皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けするカンアラ情報局メインパーソナリティの竹本かやです。この番組は廃棄物処理と業界のあれこれをお伝えする何でもありのインターネット番組です。業界の方もそうでない方も廃棄物処理や管理について役に立つ情報を楽しみながら学べる30分となっております。今回は委託契約書の書き方をテーマにお届けしていきたいと思います。それではカンアラ情報局始まります。その前に CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。はい、今回は、委託契約書の書き方をテーマにお届けしていきたいと思います。今回も、寺井君と岩田先生と3人でお届けしていくんですけども、委託契約書の中で一番困る場所というのが、産業廃棄物の種類、金額、単位、数量ですねのところがやっぱり書きにくいかなというところなんですね。皆さん結構間違って書かれてるケースが多いの で今までだったら解体現場から出る廃棄物とか、建設系の、ね、廃棄物で混合廃棄物とか、根菜とか書かれてたケースが多かったと思うんですけども、改正があってからですね、雑品スクラップですね、いろんなこう金属とか、廃プラスチック類とか、こう一緒になった工業系雑品と言われるものも最近では産業廃棄物として処分されるケースも増えていることから、委託契約書のね、その廃棄物の種類の、書き方にちょっと困っている方が多いんじゃないかなということで、今日は3人でお伝えしていきたいと思います。で、寺井君は委託契約書をお客様とやり取りすることってあると思うんですが、はい、この部分って結構困ったことありません？そうですね、困ったこともありますし、やっぱり産廃業者さんって基本的に決まった契約書を使われている場合が多くて、はい、でその中で、変わる部分というのがこのお客様によって種類、数量、金額、おおむねこの辺を詰めていってお客さんと認識を合わせていって、こういうふうに書きましょうねっていうルールを決めるんですけど、私がよく聞かれるのはリューベっていうね、産廃業者ってよく言うんですけどまずリューベって何っていうの、いや立方メートルですって言うんですけど、その立方メートルの数量っていうのはやっぱり皆さんピンと来られなくて、1メーター四方でって言うんだけど、うちオフィスのゴミだから何リューベかってはっきり分からない、数量が正確に分からないし、どうしましょうとか、で数量が分からないから結局金額も1ルーベいくらって書くんですけど、どれぐらいの金額になるかわからないです、多めで書きましょうか、でも多めで書くとちょっと予算超えそうですとか、なんかね、結局お客さんと揉めるところはやっぱりその数字の部分だったりだとか、お互いこの数字、この量の計算でいきましょうねっていうところが、一番重要なところなので、お客さんとの調整には苦労するところですね、その辺は。はい、そうですよね、はい、私もよく現場で数量なんかわからんわってよく言われるんですけど、確かにそうやなと。で、ね、もう単位もリューベかキロかその辺しか使わないんですけど、でもなかなかリューベっていう言葉が排出事業者の方には馴染みがなかったりとか、あと種類もね、混合廃棄物って書かれてたりとか、あと製品名書かれてたりとかね、する場合があるので、一体なんやねんという場合もあるんですけども、そこをねこう読み解いていくっていうか、いろいろこう修正していくのにすごく手間と時間が実際かかってるんですね。で、岩田先生も結構多いんじゃないですか、この種類と金額と、数量に関しては質問。それが一番多いところですね、特に、種類、まずね、種類ね、配送法では20種類に分けなきゃ、分けないといけないですね、世の中も何万という種類があるのに、そうですね、その20種類分けることがまず、逆に言うたらね、業者としてのそこが目利きというか腕の見せ所やと思うね、私は。出てきた廃棄物、見た廃棄物が、ね、
何に該当するかいうことをね、で何か決まれば処理の仕方も決まってくるやん、はい、あの簡単に言えば安定型に持っていくか管理型に持っていくかとか、うん、焼却できるかとかできないとかいうものが決まれば大体決まってくるやんか。そうですね、だけど何か分からんからなかなか決まらないことやね、うん、だからだけどやっぱり20種類に分けるっていうことは基本なんで、はい、とにかく分けることやな、その種類を20種類に分けるということが一番だと思いますね、うん、であとあの混合廃棄物法律は一体不可分、要するに分けられないものはどうするかっていう話やけども、うん、はい、例えば安定型と管理型、うん、木くずと金属くずが混ざった場合ね、はい、混ざったらこれどっちか言ったら木くずという管理型の方に、要するにより環境に負荷のかかる方に処理を持っていかなきゃいけないか、うん、はい、そうですね、金属だとちょっと分かりにくいかな、うん、安定型のハイプラと木くずでしょうか、うん、ほんだハイプラは安定型やけども木くずは管理型じゃない、うん、環境負荷を与える可能性が高いからね、となるとそっちの方に寄ったような、契約書に書かないかんねんけども、その辺がなかなか書きにくいところやね、うん、割合で今度はそうです、ね、いやこれハイプラの方が多いよ、それか木くずの方が多いよか、どっちか分からないからね、うん、割合によってはまた変わってくるし、だその辺はちょっといろいろ考え方というか、逆にそれを、産廃業者が指導してあげるね、これはこういう処理した方がいいですよっていうね、うん、ことを言ってあげればいいんじゃないかなと思います。で製品名で書いてくる人もいてあるけども、それも別に構わないんよね、うん、書いてくるけども、うん、その製品の構成するものが、うん、その産廃廃棄物で20種類の何に該当するかいうことをしっかりとチェックせなあかんね。そうしないと処理の仕方が変わってくるからね、うん、それは、処理業者の腕の見せ所じゃないかなと思います。はい、まあ、そうですね、その20品目がわからないと、うん、マニフェストもね書けないですよね。書けない、うん、で逆もっと言えばそのお金の料金の価値方も変わってくるやんか、うん、物によってね、うん、だけど産廃業者っていうのはその辺ちょっと非常にこう大雑把というか、これは何ぼや、その本当は物によって単価は変わってくるはずだよ ね、 そうね、変わってくるはずなんだけども、そうじゃないとこがあって、ちょっとそれはどうかなと。だから種類をきちっと分けれることができるかどうかが産廃業者のこれからのね、まあ、腕の見せ所、何べも言いますけども腕の見せ所だと思います、うん、それと数量やけど、数量やけど、これはリューベイとか立方メートルで書くとなかなかね、移動中に少なくなったりとかね、で、そうですね、1リューベイのちょっとかけて 0.9 リューベイやったらどうするんやとかいろいろ出てくるし、試合購入したら 0.5 リューベイと1リューベイになるんかっていう話になっちゃうから、うん、ちょっとその辺は法律ではお互いが排出業者と処理業者が合意する形で構えてて、ね、うん、合意する形で、うん、ダンプ1台、そう1台で行こうかと、うん、ダンプ1台でなんぼっていうのも構えん話になってるから、うん、だけどそれはね、処理業者からするとあとの統計言うたらおかしいけど報告したりとかマニュアルの整理したりするときに、うん、なかなか単位が揃わない、そうですね、ということはめんどくさいやん、めんどくさいです、あとむちゃくちゃめんどくさいの、うん、報告の時ね、うん、で台数のやつは台数でまとめて、うん、同じものなのにね、同じハイプラなのに台数でやってるとこもあるしキロでやってるとこもあるけど、だけど基本これは僕の考えけども、そう法律ではお互いがその合意する形で数量は決めていいよってなってるけど、できたら重さで質量でね書くのがいいと思います。まあ、換算もできますしね、そう先に自分とその排出事業者が出す廃棄物はだいたい比重で言うたらこんなもんやなという換算ケースを決めといたら、ね、初めからね、あとも考える人ないから、まあ、よっぽど違ったものが出てこない限りだいたいこの排出事業者はこんなものが、1立方メーターあたり何キロと決めてね、比重換算しておいてやればいいかなと思う。換算ケース決めてねやっておけば、あとあと楽やと思います。これは多分事務方の人がね、やるときほんまに大変やと思うわ。でそれかける単価どっちの単価かけんの話になったりとかね、してくるんで、それはやっぱりきちっと初めから決め事として排出業者と決めておかれた方がいいかなと思います。はい、まあ、事業者さんによっては、うん、リューベイ計算とキロ計算と分かれてたりするじゃないですか、うん、そうですね、でその比重によって、まあ、
時々で料金がだからいいとこ、ええとこ取りするんやろ。そうやろ。キロでやったら儲かるんだキロでやるし、リューベでやったら儲かるんだリューベでやるし、それはちょっとなあいう話やね、うん、どっちか統一された方がいいかなと思います。まあ商売やからそういう駆け引きというかね、うん、そういうこともありうるやろうけども、あの純粋な仕事の統計から言うたら揃えておかれた方がいいかなと思います、うん、はい。まあ、その場合ね、両方の料金書いてるところも ありますね。流米の時はこう、うん、そうそう、キロの時はこうみたいな。結構昔はね、あの1流米いくらとか、1万円だったら1万円って書いてたらそんなぶれなかったでしょうけど、うん、今って結構物によって値段がかなり変わってきますもんね、うん、焼却もそうですし、うん、管理型の埋め立てもそうですし、うん、値段のばらつきがより大きくなってる、うん、高いものがどんどん高くなってきたりするんで、その値段の部分の決め方っていうのはあらかじめ詰めとかないとやっぱトラブルになりますよ ね。契約書と後から違う単価の請求が来てて揉めたっていうの聞きますし、うんうん、で逆に言えばそういう考え方、あの原価計算の考え方になるわね。処理費の原価計算でやると物によって違うのは当たり前やし、運搬にしても運ぶものによって本当は違うやんか、手間も違うし、ね、だからそれは非常にいい考え方なんやけども、で昔は悪すぎたな、もうあまりにも昔が悪すぎた、もうダンプいっぱいなんぼういう話、あ、どんぶりすぎたってことでしょ、すぎてもう、ね、それがちょっと問題やな、やったんだけども、だからちょっとずつはこうなんていうかな、ものによって単価違 う、もう経済原則がはっきり言って、ね、当たり前のことをやりだしてるわけやから、それはいいスタートになってるんじゃないかなと思いますけどね、うん、ただね、たまにあのここ の、うん、あのまあ、金額の欄とか、あの何ですか、見積もり別途見積もり書とか書かれてたりするじゃないですか。それって有効なんですかっていう話なんですよ。あのこの、ね、これもそう、これもあの委託契約のね話のと必ず出るんやけども、委託契約書は法定記載事項はあの絶対書かなあかんわけや、うん、書いてなかったらそれで委託基準違反になるから、法定記載事項の一つに金額があんねんね、単価とか金額があるんだけども、はい、それを書きにくい、やっぱり理由はいろいろあるけどね、うん、まあ、さっき言った人、うん、理由の一つは原価計算がなかなかしにくい業界、うん、だから書きにくい、うん、ね、そうだから何ていうかな、今までこうやったからとか、いわゆる相場やな、はい、とか相場ね、いや周りがこうやからって書いてたけども、それ書いちゃうと、その書いたことによってその価格競争の材料にされる可能性がある、うん、そのからビビっちゃうね、だからね、価格を持って他のところに行かれたりとか、うん、ね、だからそこには直接書かずに別紙で書いておいたら、うん、別紙を持ってたらね、分からないよね、価格の、ね、価格交渉の材料にされないじゃないですか、うんうん、ということになるんやけども、そうなったらこの、別紙の通りとか見積書の通りとかって書くと、その見積書どこにありますか、別紙どこにありますかっていうのはダメやけども、うん、それは、契約書の原本と一緒に、うんうん、一緒にな、ここが問題だ、これがこの声一緒にの意味がそうなんやけども、ね、うん、一緒にするときに例えば経緯を間に押してこれ一体のもんだということを証明するか、いやいや別紙って書いてあるだけで別にそこまで厳格にしなくてもいいよ、うん、言う人もいてる、だけど契約の原則から言うとその一体であることを証明 しといた方が後々安心、まあ、何かトラブった時、トラブった時ね、そりゃそうやろ、別紙何の証拠も経緯もなかったりとか犯行がなかったら改ざんされる恐れすごいあるやん、別紙ですからね、別紙やから別紙やから、いっぱい見積もり書とか別紙やから、そうですね、ね、そうやったら一体だということを証明するためにちょっとずらして犯行ね、割り印をしたりとかするようなこと、そういう対処をしておいた方がいいかなと思います、はい、うーん、まあね、一番トラブルになりやすい数量のところなんでね、うん、まあ、ここは数量は今 単価のこと、単位のことを話したけども、数量自体が問題になることあるやん、うん、委託契約書の段階では数量確定せえへんやん、確定、特にあの解体現場とかね、そうそうそう、あの次から次へと出てくるときは10トンなのか20トンなのか分かった問題ないね、問題はその予定数量は予定数量で、まあざっとこんなもんかなって書いてたとしても、 それよりも大幅に多くなったときに印紙が変わってきますもんね、変わってくるな、うんうん、その場合ってどうしたらいいんですかね先生、予定数量よりも大幅に変わるときは、まあ、法律でも言ってるけど変更契約書ね、うん、あの法定記載事項に変更があるときは変更契約書別にね、作れと紙で書けということになってるんで、その辺は数量についてはだけど
変更した後の数量ってどの段階で決定するんやろ。はじめこう例えば、委託契約予定数量10トンするやん、うん、で確定数量はどの段階で、どの段階でマニフェストの B 表やろ。だから中間処理持っていった時にカンカン乗った時に大概、うん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 、極端に言うたら普通排出事業者はあ数量分からないですもん ね、 ね、その段階で確定するやんか、うんうん、で12トンやったと実際ね12トンやったほんなマニフェストに沿って、書き直さなかのね変更契約書ね、それするんやったら初めから委託契約書の数量のところに、うん、確定数量は、マニュエストの、B1 表かな表中間処理業者のところの、測りに乗った時にの計量を確定数量とするとなんか書いといたら、あ書いといたらこれ変わらんでええやん、うーん元の原本ね触らんでええやん、うーんそこで数量言ってるやんかね、なるほど、そういう工夫もありかなと。あ、ね、よくね契約書に多分寺井君やったら営業さんも、はい、経験されてるからお客さんからこう突っ込まれたことあるかもしれないんですけど、はい、契約書の数量イコール請求書がその数量で来るって思ってる人いらっしゃるじゃないですか。ありますね、予定数量やっちゅうねんって、そうそうそう、うん、言ってもそうそうそう、だからちょっと多めに書いときますねっていう印紙が変わらない範囲でちょっと多めに書いときますね、わかまあ、もしかしたらっていうので書いてもいやいやちょっと多すぎますとかこれあとちょっとうちの予算超えちゃうんですっていう、イコールそれじゃなくて実数の見積もり、うん、実数のご精算なんでって言うんですけどね、やっぱ契約書っていうものの捉え方が ねちょっと違うんでしょうね、うん、普通のこう業務委託契約書とかそのね商取引でされる契約書ってそこに書いた金額が全てじゃないですか、ね、でも廃棄物の場合そうじゃないですもんね、そういうことや、予定数量だからあくまで予定数量、うん、そういった確定数量、要するに請求書に書く数量はどこにしますかっていうことを初め決めといたよね、うん、マニュエストの B1 表かな、中間処理業者行ったところどこどこの中間処理業者の測りに乗った時に、出てきた数字を、確定数量にしますよということを委託契約書の単価の下のところに書いてたよね、数量のところに一筆ね、一言ね、一行入れとったらいい、そうやったらこっち触るんだ、ただ単価が変わるときは、うん、単価の変更契約書作らなかったね、単価が変わるときはね、数量は予定数量でいいけどね、まあ、単価は多分変えないと思うんで変えるんですね、まあ、よっぽど何か混ざってたとかね、他のもんが出てきたとかね、まあ、まあその段階でも委託契約違反やけどな、そのちゃんと品目書いて種類書いてんのに違う本が出てきたらそのちょっと契約自体からやり直さなあかんな、あとあれどうですか、そのうちが、まあ、運搬費の中で、うん、例えばまあ1社2万円とか3万円の書く中で、うん、分別して出してくださいねって言ったのにお客さんが分別して出さなくて、うん、こっちで分別する費用がかかっちゃって、うん、2万円では合わなくなって、うん、追加で費用もらえたらいいんです、うん、あの場合とかってどういうふうに契約書金額変えたらいいんですか、それはまた分別費を書いておくとか、そういうことやな、別に契約書はひな型であれ法定記載事項は全部漏れなく書くんやけども、それ以外に特記事項とか最後の方にね、うん、自由に入れて構えへんね、うん、だから数量とかそのあたりの次の行あたりに、何条の何の下のあたり1項目入れてそういうこと書いたらいいんやね、あで書いたら有効やから、書かなければ何ともなれへんからね、そうですね、書けば有効なんで任意的記載事項やね、書けば有効になるんでお互いが認めたいうことやから、そういう書き方したらいい、思いの丈を書いたらいいと思う、思いの丈をラブレターじゃないですか、こうしてくれああしてくれ確かにね、書きゃいいよ、今ね反社会的勢力をこう入れてくれとか、ああそうそうそう、結構ね、まあ、排出事業さんから要望もありますもんね、うんうん、法的差事項違うからね、だけど、うん、機密保持とかも結構そう機密保持言われるね、今言われるしますね、まあ、結構なんかね追加で全産連発行 の手引きも変わってきてますもんね、うん、だからその全産連の手引きをベースに私たちはやってるね、うん、処理業者はね、処理業者は、うん、委託契約書を作ってたりするんですけど、うん、まあ、建設廃棄物とかね、また違う協会が作って発行してる契約書を使ったりとかもするんですけど、やっぱりその金額と種類と数量のところは絶対法定記載事項になるので、
やっぱりきちっと書いて、うん、で数量は予定数量で、金額に関しては何を確定、まあ、何をもってまあ、この金額にするのかっていうのをきちんと明記しておくっていうのが必要で、もうこのね、あの見積もりの通りとかだったら見積書一緒に保管しとくっていう、ね、でね、だから日本の国の民法の契約の原則は意思の合致で別に紙に書かなくていいって言ってるのに、うん、わざわざ紙に書かなあかんって言ってるじゃないですか、配送はね、書面でね、書面でね、うん、それが 今議論したことやね今議論したことが揉めるから、うん、先に書いて決めとけよっていう話だね、うん、やと思う、はい、うん、まあ、どこかが、ね、抜けてたら印紙も高くなりますからねそもそも委託契約違反やけどね配送法の場合はね、いやいや、印紙貼ってる貼ってないは別に契約時代の効力には関係ないね、うん、印紙税法の違反になるか誰かだけで、脱税っていうことです、そう、脱税みたいな、うん、いうことだけでね、それが直接契約が無効やとは言えへんね、貼ってないからといって、うんうん、またね、印紙の話はずっと前になんか何回もしたような記憶があるので、また探していただいたらいいかなと思います、はい、はい、で、まあ、ね、だいぶ前に電子契約の契約、はい、ご紹介もさせていただいたんですけども、やっぱりその契約って金額が変わったりとか数量変わったりとか、変更契約書のやり取りとか結構何回もしなきゃいけない場合もあったりするので、そういう時は電子契約とか、特に建設現場の建設業者さんとかは電子契約はすごい便利なんですよね、はい、効果的やと思いますね、うん、印紙も貼らなくて済みますし、やっぱ決済も早いので、うん、はい、なのでそちらもね、ぜひご利用いただいたらいいかなというふうに思います。電子契約のことについても関原情報局の方にですね、お問い合わせいただきましたら結構ですので、よろしくお願いします。それでは、次は教えて先生のコーナーです。 CM です。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。はい、先生教えてのコーナーです、はい、今回のテーマは何でしょう？前回はここした、はい、バーゼル条約ねバーゼル条約ね、とあと、4回ほどやるんですけども、バーゼル法の方もね、ちょっと合わせてやりたいと思っております、はい、だけどバーゼル条約自体がなかなか産廃業者さんはね、あんまり馴染みないというかね、うん、どっちか言ったら、ね、竹本さんのとこやってるスクラップ屋さんはその辺関係してくるんじゃないですか。うちは正直直接的な関係はないですけども、うん、間接的な関係はあるかなと思います。出してる業者さん、あ、そうかそうか、うんうん、あ、そっからね、はい、そっからっていう形ですね、うん、はい、バーゼル条約やけども、はい、バーゼル条約、これはもうちょっとバーゼル条約というのは有害廃棄物の、国境の移動に伴う規制の方、はい、条約なんやけども、これを作らなあかんようになったきっかけとなった事件があるんやけども、はい、さて竹本さん知ってるでしょうか？調べてきたか？調べてきましたけど、私生まれる前の話やないかとか思いながら、あれですよね、イタリア の化学工場のダイオキシンの汚染土が入ったドラム缶が行方不明になった事件ですか？当てました。セベソな、セベソでの事件ね、セベソ事件、これ非常に有名な事件やけども、これ僕がね、はい、学生の頃にね、これ沈黙の春っちゅう小説があって、はい、そういう化学物質で汚染されて、うん、森がね、春なのに虫も湧いてこないか、出てこない、鳥も鳴かない、動物も来ないという、ことを扱った小説があったんよ。それ見てちょっとショックを受けてね、はい、でちょっと調べてると、セベソ のイタリアの、農薬製造工場が爆発したという話ね。でその時出てきたダイオキシンを処理するのに、はい、なかなか行方不明になったという話だね。そういう話があったということが一つ、セベソの話ね、はい、それともう一つあったんやけども、はい、もう一つは分かんないですね。ここ事件いうのがあるね。ここ事件これここ港で、港、ナイジェリアの港なんやけども、はい、そこへ船に有害物
満杯積んで持ってったらちょっと待てだって、はい、でそのそれを下ろすことができなくて、うん、いろんな港当たるんやけどもなかなか下ろせなかった。でその船がずっとこう幽霊船みたいに世界中を回ったという話、はい、そういう事件があったね、2つね。この事件を契機にして実は、うん、バーゼル条約をね結ばない、作らないかんなっていう話になったという話。うん、そうなんですね。うん、結構昔から、うん、昔から、ね、ここ最近の話じゃないんですね。ない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 。セベス事件は1996年やから、あ1976年やから、はい、竹本さん生まれてないんかな。生まれてないです。私1980年生まれの。80年、うわそうですか。もう平成も終わろうとしてるんですから。高校事件が1988年やから、これは、ま、間に合ったな。そうです ね、 ね8歳ぐらいで、そういう化学工場の爆発が結構あったんや当時ね。世界三大爆発あるのよ、三大化学工場の爆発があるんだけども、はい、そのセベスもそうやし、あとイギリスでもあったよ、はい、イギリスで、うん、これも28人ぐらい死んでる。で一番大きかったのがインドでやったやつ、3000人以上死んでる、ね、で何万人、何万人という人がその時の被害を受けてるというね。化学工場が爆発したらその直接的な被害と、あと今みたいなその、はい、あと残った汚染土壌の問題も出てくるっていう話やね。うん、そういう経緯があったんですね。あったあった。で特にセベソでの農薬工場が爆発した時は、はい、した時はそのダイオキシン、はい、これは知ってるやろ、ダイオキシンの問題な、うん、ダイオキシン特別措置法があるぐらいから、日本もね、うんうん、あるぐらいから、そのダイオキシンが問題になったやん、すごいね、はい、なんで問題になったか言ったら、なんで問題になったか、ダイオキシンって実はベトナム戦争の時に枯れ葉剤に使われたやん、はい、あそうなんですか、うん、ベトナム戦争って、うん、まあ昔、まあ知らんやろな。そんなことないで、あそうか、終わったの1975年やからな。そういうことか。だからベトナム戦争の時にその枯葉剤としてダイオキシンを撒いて再帰性奇形児が生まれたり、直接的な被害があったりとかしてね、それでダイオキシンの問題からもうスタートしたわけね、この話はね、うん、そうなんですね、はい、結構昔から有害物質の問題ってあったんですね、つい最近の話じゃないんです ね、うん、いですね、はい、じゃあこの続きをまた来週、はい、お送りしたいと思います、はい、それでは今日も明日も一日ご安全に、はい、安全に、また来週。